やっぱりまず目は必要だな。太陽ね。エラと背びれね。おっぱい、うん、先生違うそれ。まあいいよ。もう違う。ヒレがちょっと。鯉のぼり、あ、鯉のぼりってことか。ここにないじゃんこれ。目がちょっともうちょっとおしゃれ。もうなんかグロテスクになってきたんだけど。充血してるじゃん。なんかグロテスクになってきたんだけど。先生もうちょっとさ。あと何がある。ここから先生よくする。本当に。センスの良さを求めてないんだ。インパクトを求めてる。インパクト。毒針でも描きたいな。こいつに触ったらちょっとやばい感じ。よし、じゃあこれで。目は大きいよ、目は。ちょっともうちょっとここ。金目鯛風にしたら。金目鯛。金目鯛そんな顔してるの。やっぱり目がね出てる。じゃあ反対これでいいか。じゃあこっち。お誕生日おめでとうで行こう。こっちはない、舞台になってんの。こっちダメよ、ここから動かしたら。はい、よし、いいや、これで完成。いいじゃん。あ、そうそう、リボン巻いて。箱は箱に巻いた方が良くないですか。箱ってこれ今他に入ってんですか。今入ってないです。ちょっとこれじゃ引っ張せる。袋は？この方がいいよ。尻尾に巻いてさ。あ、いいじゃん。すげえ苦しそうだけど。血止まってて完全に。やっぱり長いか。うんよ。いっぱい作っちゃう。一本でいいじゃん。すごい、そんなふうにできるんだ。え？勝手にやっただけ。三年で。すごい豪華になった。豪華になったね。やっぱりリボンだね。やっぱリボンだね。これをもらって喜んでくれる人にあげないとしょうがないよ。これほとんどの人いらないと思うんだよ、こんなの。魚と見て
寝かせてのイカの。イカ好きだから。そうね。なんだろうなんだろう。じゃあみんなと一緒に見つけこう。おててについてる。綺麗にやりました。これは本当にイカです。あ、足が落ちてる。足大好きです。はい、じゃあ、ありがとうございます。実は昨日、車の一時停止で捕まって、ちょっと取れてたので。本当、そんなに一時停止で捕まったとかできるんだ。さすがさやかさん。